半負けの本家の半間岩尾先生です。半負けの本家、本物貴族の半間岩尾先生です。今ですね、人間たちの大きなね、犯罪ですね、遺跡をね、人間たち、自分たちより、古いね、私の遺跡とかですね、本物の遺跡を破壊して壊すわけですね。で、月にあるような遺跡とかですね、人間たちよりかもっと立派な遺跡ね、私の遺跡とかね、火星とかですね、いろいろ、いろんなところにですね、遺跡が発見されましてね、人間たちが一番偉いんだ、自分たちの遺跡が偉いもんだと、こういうものは全部ぶっ壊してということで、ね、そんなのはに、広めないということで、徹底して壊すわけです、NASA とかですね。アメリカが特に徹底してぶっ壊すわけですね。で、本当の遺跡ですね。重要な遺跡というですね。で、また天皇制度とか、いろいろイギリス制度とかありますでしょ。自分たちのものが世界一なんだということをね、威張っていられるようにということで、本物の遺跡、もっと作り物じゃなくてね、私の本物の遺跡とかですね、本物の貴族の遺跡ですね。地球はまだない時代から生きてますから、そういう本物の遺跡を徹底して壊すわけですね。で、全然知能が発達してますから、遺跡も全然人間たちが作るようなおもちゃじゃないんですよ。ね、で、そういう高知能が作る本物の遺跡ですね。あと、南極にも発見されていますけれども、人間が作ったもんじゃないんですね。本物の遺跡ですね。リアルアルディレス本ディ物の下に貴族来る。が作った遺跡ですね。私の遺跡とかですね。そういうのを徹底して壊すわけですよ。で、人間たちの役所っていうのは全部それでね、やってまして、管理でするんじゃなくて、自分たちの嘘の遺跡をね、全然歴史がない、それを偉いものにするために、それを残すだけで偽造するわけですよね。本物は全部壊すわけです。で、人々に教えないね。で、偽物をいいものだと、国会図書館もそうですし、徹底して書くんだけども、現在はね、国会図書館に置いてる、貯蔵のが最近邪魔になったんですね。嘘が書いてることを私が教えたんでね、歴史にね、聖書納言というのは私が作ったものですね。太ってるって、当時痩せてる人は貧乏が多く、食べ物がよく豊富に食べられなかったんですね。だから太ってる人は金持ちにしていいと。美人じゃないんだけど、太っててね、美人じゃないんだけど栄養は良くて育ちがいいということでね、そういうのも美人でいいという一時ですね、これを私がいいことにして、美人のうちにいいよというその時代をね、私が作って広めたんですね、反物貴族の私がね。で、たくさん歴史あるんだけど、そういうこと記事か書いてないでしょ。本物の貴族の話、徳川家とか自分で勝手に名乗って、凡人の人が4回ぐらい名前書いたり、本家でもないね、そういうのと通じてる人たちね、偽物だけで作るっていうね、大統領的なもんですね。人間たちの団体で気に入られてね、なったとかね。
本物じゃないわけですね。本物王様じゃないわけですね。本物王様って体違いますか？私も違いますね。女と男も違うですよ。ジオアリとかミツバチ全然違うですよ。普通の人間にはできないんですよね、王様っていうのはね。ということでね、あと本物の王様の話を聞きたくない、いいことをしたくない、働きたくないということでやってるわけですね。まあそういうことで遺跡破壊っていうのは役所は徹底してますから、非常に問題になってるんですね。月と月の裏側とかですね、火星とかね、北極に出てきたね遺跡とかですね、人間が作ったものとは思われないものですね、まあ、徹底して破壊するんですよ。で立ち入り禁止にしましてね、政府がね、それで壊してしまうということが、塔の破壊も月の塔の破壊もこれ核爆弾でなんかアメリカ政府が遺跡を見られたくないということで、自分たちの偽造した遺跡が偉いんだということで、ね、地球のね、それがバレるんで核爆弾で破壊したという、うまくできなかったか現在わかんないけども、確認ねがうまくできない状態ですね、政府の妨害でね。まあそういうことですね。あと嘘のもありますから、遺跡がね。で、あと分かんないのもばっかりですね、遺跡っていうのね。だけども世界政府、アメリカ政府は特に NASA 徹底して壊してます遺跡はね。だから本物があっても困ってしまいますね、全部壊してしまいますから、隠してねやってますから、そういう遺跡破壊